Hello Screen。攻めも弱いし、まあ、当てなしんでもないし、おはい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さあ本日は埼玉県朝霞市にやってきております、ミリオン1100朝霞店さんです。今日も関東のミリオングループさんの中で、対決をやっていきたいと思っております。今日と明日2日間のトータル収支を競うバトルとなっておりますので、まあ、今日1日を終えて前半戦が終了ということで、2日間頑張ってまいりたいと思います。そして今回の対戦相手は、久しぶりのカイドウ101参戦になります、平山さんですね。おはようございます、平山です。さあ久々に呼んでいただきました。本日はミリオン平和台16号店さんにお邪魔しております。まあ、1日明日もあるので今日は手堅く行こうかなと思っております。まだ何打つか決めてないんですけど、ちょっとお店の中見て回って、ゆっくり台選びの方もしていきたいと思います。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりのこの街道101参戦ということで来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近どうです、こっちのスロットの調子は。いや、もう最悪です。最悪。あ、パチンコで、パチンコ買ってます。いや、最悪です。最悪。あれあれ、じゃあ今日ちょっと頑張って、あの、はい、ちょっとでもいい結果が出せますように。頑張ります。ちなみに朝一はあのスロットなんですけど、いや、もう全く何も決めてないんですけど、全くノープランノープランなんですけど、はい、僕あの朝一凱旋行きますので。怖い。あの、一勝負して、まあ、わかんないですよ。だから僕が自滅する可能性もあるし、うん、出ちゃったら明日平山さんも勝負に出ないといけなくなるかもしれない。そうですね、私も外戦行かないとやばい感じですね。ちょっと今日の夕方どういう前半戦の結果報告できるか楽しみにしてます。はい、はい、じゃあ、今日と明日の2日間になりますけど、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼します。失礼します。まあ、こちらはね、外戦で行くと言ってますので、まあ、あちらがそれに乗っかってきたら面白いかななんて思いつつ、実験の方挑んでいきたいと思います。それではよろしくお願いします。凱旋って言ってましたね、シーサさん。でも私確か今までシーサさんに負けてないんですよ。シーサさんが結構自滅する感じで負けてないんで、もしかしたら逆に今日はあんまり荒いのに行かない方がいいかもしれないんですけど、あんまり審査さんがゴッドいっぱい引いたりしたら明日私も攻めなきゃいけない感じなんですけど、今日はとりあえずまったり打とうかなと思います。さあ、というわけで今回は平山さんをお迎えしての街道 101SP ということで、私審査はミリオンゴッド神々の凱旋打っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ単実勝負じゃないっていうところがね、ちょっと気を楽に立てますよね。おい、1ゲーム目、まあ演出弱かったですけど、1ゲーム目で赤7揃ったら面白かったな。さあ、今回の対戦相手ですけれども、まあ街道101にも過去には街道101にも来ていただいてね、ちょっと他の企画でもちょっとあの何度かこうご一緒させていただいてるんですけど、まあ勝てない、その時はことごとくこう平山さんが勝ってますので、ちょっとね、今回こそは勝ちたいという気持ちが強いです。ただ最近不調ということは言われてたので、ここはこれで勝てるかどうか分かりませんけど、まあ、平山さんに勝つチャンスは十分あるかなと思います。では、絆2にしました。とりあえず初打ちなんで勉強しながら頑張りたいと思います。さあ、実は今初当たりのチャンスが来てます。
全長です、ちょうど投資10本500枚で当たりそうですね。当たりです。239ゲームで最初のゴッドゲーム当選です。はい、さあ行くぞ。500枚での当たりは早い。ジャッジメント白です。まあ、天国に上がっていた可能性もありますね。まあ、出目も 5V5 出て、まあ、そこから、まあ、奇数の決戦敗があってというところで、まずは1セット目獲得枚数321枚何にもありませんでした。ラスト3発でしたね。残念。バジリスクタイム。バジリスクタイムですよね。なんかここ押すみたいな聞いたことあるけど、当たったっぽい。4ゲーム後ですね。あれ、なんかチャンスアップ。あー、当たったっぽいな。結構ハマった。593ゲームあーお、おぼろにしよう。あ、いる。入るのは入るんだよな。バジリスクタイム。お、初めて。初めて継続しそう。初めての2セット以上あー、巻物ケルキ戦は引いたぞ。やった、初めてバジリスクタイム中にバジリスクチャンス引けました。やったー。赤ばっかりですね。やっとまともに出玉もらえる。お、なんかつく。あー、これはあ、赤い。さっきのチェリーかな。いい感じだ。赤衣装服、赤ばっかですね。なんかブースなのかな。青2回だけ。お、おぼろ。何これ。
何かが起こる予感がします。まあまあまあ頑張りましたよね。セリフがちょっと違うかった。テーブル8、9、11、12、13、14、15、16、なんか分からんけど打った方がいいんですよね多分8以上なんで、ちょっともう一周頑張ります。アクロポリスにやってきました。全然ね、天国下の出目もなく、モードも変わってんのかなというぐらい静かだったんですけど、800ゲームを過ぎたところ、今日初めてのアクロポリス以降ですね。どうでしょうね、右上がりキナナ、おっと遅れましたよ、遅れましたよ。確定役チャンス FGG 頼む。いやー遅れ、やっぱドキドキしますね。あんまり遅れ自体はねそんなに期待できない演出の一つですけど、さあただここアクロポリスに来て奇数先輩始まって2回目のゴッドゲーム当選のチャンスです。854ゲーム投資が38本、1900枚でした。まあ、ただここね天国で当たったかも、さっきも言ってましたけど思いのほか投資が広がってしまいましたが、まあ、まだまだ2000枚を超えていないというところでいきます。1回目の AT は100ゲーム間何のチャンスもなかったんで、上の手のチャンス自力でも作っていきたいです。ここはここ2回目のゴッドゲームはここも1セット目、キナナ4連のチャンスありましたけれども結局乗せれず298枚です。お願いします。いやー厳しくなってきたな。1900枚の投資で今単発が2回、ちょっと奇数テンパイ来てますけどどうですか。実は2セット目ありますみたいな、ありますみたいな、あお願いまだ間に合う。あるかも、あってほしい、頼むよ。あったあった、2セット目25ゲームタイ。いやこれは嬉しい、ほっとしますよ。よしつなぎました。なかなか上の手のチャンスが来ないですね。上の手がという以前に591枚で2セット目が終了です。あるかな、ぬー2セットですか。まあ約600枚、足りぬ、全然足りぬ。今度は青、おお行った、引き強いな、なんか引きだけで何とかしてる気がするんだけど、何これ。また来た、おお乗った、なんか本当引きで頑張ってるだけのような気もしないでもないけど出りゃいいんだから。
も出んか。なんかついた。これ溜まると広角がつくってことなのか。さっきついてさっきついてよ。もう無理って3回も引いて。ダメ？ダメかい。でも参りましょう。ダメでした。2セット。これもうどうやって勝てんのこれ。いやもうだからさっき出してそれ。シーサーさんどんくらい出てるんですかね。なんか絶対引き強いから。ゴッドとかカナナとか何かしらは引いてそう。さあいよいよ50本になります。2500枚。そろそろプシュンとかドーンとかパオンとかガタンとかバタンとかそろそろ何か来てもいい時間じゃない。ここはちょっと今チャンスですね。581ゲーム中断リプレイ。これで天国まで上がってくれたら嬉しいな。もう2500枚目の投資に入ってます。とにかく出目も弱いし、まあ、当てなしんでもないし。おー586ゲームでした。投資がちょうど50本、2500枚というところでゴッドです。はい、さあここからですよ。まあもちろんゴッド一発では投資分をまくることできませんけど、きっかけは作れたんじゃないですか。行きましょう。やったぜ。いやもうここで今500ゲーム超えてまた800、900とたまった後に単発でも来ようもんならマイナス3000枚、4000枚では済まないぐらいの大負けで、そうなると明日も勝負があるので、ちょっともう1回明日朝一からゴッドでも行かないといけないかなと。そうなると2日間で最悪の場合めちゃくちゃでかいマイナスになる可能性もある。どうしようどうしよう、ぼやいてばっかりだったんですよ。さあ頑張るぞ。まずは投資の2500枚、ここまでは伸ばしたい。いい時間に引いた。もうダメそうだな。それで4スルー。
厳しいですね。残り18ゲーム、ちょっと終わったらダメですよ。これはせめてリプレイ5連とかキナナ5連とか500ゲームあったんだから、それぐらいは来てもよかったんじゃない。引けなかったお前が悪い。あ、まあまあそうですけど。さあ5セット目終了で1386枚、ちょっと枚数も少なかったですね。6セット目があるかどうか。あれ、うーん、ないか。5セット、下手くそすぎた。さすがになんかブースっぽいけどな、こんだけ赤。お、一気に200人、400人。お、あとちょっと、あとちょっとですよ。あ、赤い。ああ大丈夫でした。やっと入った。同色の BC から。お、巻物頼むよ。いやもうほんと下手、私。ダメか。いやーダメだった。これもうやめた方がいいかな、さすがに。あと40分、1時間もないんですけど。どうしようかな。あ、これ打っててもな、なんか見に行くか台。さすがにこの台はもう追うのは危険かなと思います。まあ残り時間考えても、よし、やめよう、移動します。ちょっと他の台見てきます。では残り時間ちょっとディスクアップで遊んで終わろうと思います。いやー今日本当になんか地味な一日ですわ。もうちょっとバーンって1回でもいければよかったんですけど、500枚がやっとでしたね。まあ900枚ぐらいですかね、持ちメダル。ちょっとあのままあの凱旋を打ち続けても飲まれそうな気がしたのでやめました。ねえ、花火いきます。646ゲームハマり。ハマる前は良さそうな台でしたけど、今日はもうここからマイナスを減らしておいて、明日があるんでですね、まあ、明日につなげられればまだいいかなと思います。で、平山さんの状況が全然わからないので、ちょっと最終結果は楽しみにしておきたいなと。お、当たった、やった。さあ747ゲームビッグボーナスです。おう、どんちゃん。ちょっとだけマイナスが減りますかね、これで。お、当たった。あれ、取りこぼした。
いや当たってるか当たってんの、当たってるよね、青じゃない、ね、敵だかい、すぐ当たったけどレギュラーでした。おお、フラッシュした、総投資が2万1000円です。目押しがちょっともうできんかもしれん今日今日ってか別にいつもできないんだけど、全然できなかったダメだ、あ当たった、ラッキー、やだ化けやん、いてー、はい、ということで時間が来ましたので実践終了したいと思います。まあちょっとマイナスで終わっちゃったんですけど、大怪我はしてないから明日ちょっととりあえずプラスに持っていけるように頑張ります。お疲れ様でした。はい、前半戦の実践が終了いたしました。ちょっと僕の方はね残念な結果でしたが、平山さんがどういう結果だったのか電話してみたいと思います。お疲れ様でした。前半戦はい、どうでした、どうでしたっていうか何売ってました朝一。絆2に行って、おー意外、絆2、え、打った機種は絆2だけですか。はい、あとディスクをちょっと打ちました。あー、じゃあそんな使ってないな。で、ダメでした、はい、ダメ？ダメでした、はい、じゃあ収支の方を教えていただきますか。枚数、うん、できれば、うん、何枚の方が、1100枚マイナスです。マイナス1100枚、はい、ああ、いい勝負だ。いい勝負ですか。いい勝負だ。僕がですねはい、朝一凱旋で、はい、投資が2500枚いったんですよね、はい、で、まあ、最後ゴッド引いて、おー交換がそれでも1159枚の交換でマイナスが1341枚。うわ、めっちゃ、めっちゃいい勝負。いや、めっちゃ接戦ですよいや、泥試合ですけど泥試合ですね泥試合、まあでも明日があるんで、そうですね、なんか明日またそんな差がないんでいい勝負できそうですね。じゃあまた明日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼します。はい、失礼します。私がざっくり1100枚で審査さんが1300枚のマイナス、めっちゃ僅差でもなんか審査さんはゴッド引いて見せ場があったらしいんですけど、私はもう何一つ今日見せ場がなく地味に負けた感じで、ちょっとその辺では審査さんに負けてるかなっていう感じで、では今日はお疲れ様でした。また明日。はい、というわけで、まあ、今回というかまだ前半戦ですけどね、前半戦はお互い大した見せ場もなくということで、後半戦しっかりこれを巻き返せるような実践ができたらと思いますので、後半戦もどうぞよろしくお願いします。それでは前半戦はこの辺りで終了したいと思います。ありがとうございました。お願い、よし、またなんとかプラス分を維持して、ここは本日3回目のヘブンズラッシュになります。あー、よかった。あ、おー、ボーナス、なんかボーナスいけないんだよな、でもロック確かあんまり。